グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。あ、今これは何をしていますか？これ玄関の脇へ のインターホンの配線を通してるです。あ、そうなん、新しくここから取り出したんですね。普通新しいお宅だとこういうふうに外への配線の電源がいろいろここでここまで来てるんですよ。はい。で止めてあって、それで後から自由にこう追加したりすることができるような、うんうんうん、そういうコンセントみたいなものが外壁についてるんですね。あ、はいはい。でここから取り出して、今この白い配管のようなもので外に持っていくんですね。玄関の方まで持っていくんですね。そうなんです。でもう昔はもうこの配線がこういう白いチューブのようなこのフレキシブル管っていうんですけども、はい、うんうん、そういう保護する配管はなくって、はい、ただ地面の中に水道管を加工したりして、塩ビの水道管の中に配管をしてこうしてたんですけど、このフレキシブル管だともう自由にこう曲がったり、今この建物の際と基礎とのところはちょっと微妙に出っ張ってますよね。はい。水切りっていうんですけども、うん、この部分が出っ張ってると普通の昔のながらの配管だとまっすぐだからなかなか難しいんですよね。はい。するとここの部分だけは、地上の部分だけは今のこのエスケープっていう計画がこう丸出しになっちゃって、はい、それで地面の中だけは入るみたいなことになったんですけど、今はそうじゃなくても全部つながっちゃってますので、うん、うん、安心ということなんですよ。そうなんですね。見た目もそこまで目立たなくていいですね。綺麗でしょ。はい。グリーンパトロール社長のカリアです。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。